この動画は新しいカードやデッキの動き方などを紹介していく番組です。第2回目は超獣武者とエンタメイトです。11月15日土曜日発売ザ・シークレット・オブ・エボリューションや11月21日金曜日発売 V ジャンプ1月特大号の応募者全員大サービスパックのカードを使用しています。早速対戦の模様をご覧ください。エンタメイトの先行でスタートです。オッドアイズペンデラムドラゴンをペンデラムゾーンに発動しモンスターをセット、補給部隊を発動してターンエンド、エンド時にオッドアイズペンデラムドラゴンのペンデラム効果を使用して、新カードエンタメイトペンデラムマジシャンを手札に加えます。高校超獣武者です。トイナイトを特殊召喚、新カード超獣武者ホラガイを特殊召喚します。ホラガイはチューナーで墓地に魔法トラップカードがなければ特殊召喚が可能です。その2体をリリースして超獣武者ビッグ弁慶をアドバンス召喚します。ここでホラガイのもう一つの効果、超獣武者のアドバンス召喚のためにリリースされると墓地から特殊召喚できます。この2体で、早速レベル10超獣鋼人スサノオをシンクロ召喚します。スサノオは守備表示のまま守備力で攻撃できる効果と1ターンに1度相手の墓地の魔法トラップカード1枚を自分のフィールドにセットする効果を持っている強力なシンクロモンスターです。スサノオで攻撃します。相手のモンスターは新カードドラゴンダウザーでした。ドラゴンダウザーの効果でデッキのエンタメイトペンデラムマジシャンが特殊召喚されます。ペンデラムマジシャンは特殊召喚成功時に自分フィールドのカードを2枚まで破壊し、破壊した数のエンタメイトモンスターを手札に加える効果です。ここでは自身のみを破壊してエンタメイトシルバークローを手札に加えます。さらに自分のモンスターが破壊されたため補給部隊の効果でワンドローします。超獣武者はターンエンドです。エンタメイトのターン、エンタメイトひっくり返るとシルバークローでペンデラムスケールをセッティングして手札とエクストラデッキのペンデラムマジシャンを一気に3体ペンデラム召喚します。ペンデラムマジシャンの特殊召喚時効果で1枚だけ破壊してデッキからエンタメイトチアモールを手札に加えます。ここでも補給部隊の効果でワンドローですね。そしてチアモールを召喚、ひっくり返るのペンデラム効果でスサノオの攻撃力と守備力を入れ替えてシルバークローとチアモールの効果で攻撃力2800になったペンデラムマジシャンで攻撃しますが、ここは工作列車シグナルレッドに阻まれます。シグナルレッドを戦闘破壊してメインフェーズ2で超獣士カステルをエクシーズ召喚して効果でスサノオをデッキに戻してターンエンドです。超獣武者のターン、超獣武者天秤を自身の効果で特殊召喚し、その効果で墓地のホラガイを特殊召喚します。そしてシンクロ召喚レベル6超獣神器酒呑童子が登場です。シンクロ召喚時に相手フィールドの魔法トラップカードを全て破壊する効果を持っている上、守備表示のまま守備力で攻撃できる効果もあります。エンタメイトはチェーンしてフュージョンリザーブを発動、ルーンアイズペンデラムドラゴンを相手に見せてオッドアイズペンデラムドラゴンを手札に加えます。そして、超獣武者ソウル岩投資を召喚、バトルフェーズです。2体を戦闘破壊してターンエンドです。ここはちょっとミスがあったため一部カットしていますが、流れをご覧いただきたいのでそのまま続行します。新カードフロントオブザーバーを召喚し、補給部隊とインスタントフュージョンを発動します。求心脳伝を特殊召喚して、その効果で墓地のペンデラムマジシャンを効果を無効にして特殊召喚です。そしてエクシーズ召喚、ナンバーズ103深層霊城ラグナゼロです。岩投資を戦闘破壊しますが、その効果で超獣武者は天秤を手札に加えます。メインフェーズ2でひっくり返るをペンデラムゾーンに発動し、ペンデラム効果で酒呑童子の攻撃力と守備力を入れ替えてラグナゼロの効果で破壊してワンドローですね。でターンエンドです。超獣武者のターン、
また鳥獣武者天秤を自身の効果で特殊召喚し、その効果で墓地の岩投手を特殊召喚します。手札からホラガイを特殊召喚、もう一度レベル10鳥獣鉱人スサノオをシンクロ召喚します。ここで岩投手の効果、岩投手はフィールドから墓地へ送られるとデッキから鳥獣武者モンスターを手札に加えることができます。加えたのは鳥獣武者ソウルファイアーアーマー、スサノオの効果で相手の墓地から補給部隊を自分のフィールドにセット発動します。ラグナゼロを戦闘破壊してターンエンド。エンタメイトのターン、ここは2枚をセットしてターンエンド。鳥獣武者のターンでスサノオでセットモンスターを攻撃します。ドラゴンダウザーが戦闘破壊されましたが、デッキに対象となるモンスターがいないため効果は使用しませんでした。エンタメイトが補給部隊の効果でワンドロー、ターンエンドですね。エンタメイトのターン、フロントオブザーバーを召喚、それに対して増殖する G を発動されます。そこからエクシーズ召喚、ガガガガンマン攻撃表示、ひっくり返るのペンデラム効果でスサノオの攻撃力と守備力を入れ替えて攻撃しますが、ファイアーアーマーの効果で破壊を防がれます。1枚セットしてターンエンド。鳥獣武者のターン、トイナイトとマシンナーズフォートレスを手札から捨ててマシンナーズフォートレスを特殊召喚、サウンドオリアドラムスを召喚、全員で攻撃してライフポイントゼロです。はい、今回使用した鳥獣武者デッキになります。それでは鳥獣武者の特徴を教えてください。鳥獣武者、まずですね、守備表示のまま、攻撃できるモンスターというのが、まあ、いるわけですね。守備表示ですね、はい、で高い守備力を持っていまして、その守備力を攻撃力として扱うといった効果があるので、結果的にですね、攻撃力の高い、シリーズになっていると思います、はい。それからこの切り札であるこのシンクロモンスターたちですね、この切り札のスサノオをはじめとしたいくつかのこの鳥獣武者たちがですね、はい、墓地に魔法トラップカードが存在しないことが、効果の条件になっています、はい。ただですね、このスサノオこちらは、一ターンに一度相手の墓地の魔法トラップカードを自分のフィールドにセットしてしまうという、まあ、驚異的な効果を持っていますね。相手から魔法トラップを、奪っちゃうみたいな。そうですね、モンスターを奪うっていうのはあったんですけど、はい、魔法トラップを奪うっていうのは非常に珍しい効果ですね。そうですね、なので、まあ、この効果で結果的に、まあ、魔法トラップを使用していくと。で、しかもですね、この魔法トラップカードは、自分のフィールドから離れる と、その魔法トラップが除外されるんですね、はい。なので、墓地から使用できる、カードですとか再利用できるカード、それらを、封じることもできるという効果になっています。それからこちらの主典童子ですね、はい。こちらも、墓地に魔法トラップがなければシンクロ召喚成功時に相手の、魔法トラップカードを全て破壊するという効果を持っています。で、魔法トラップカードを、まあ、破壊した上で2500の守備力で、まあ、攻撃ができると。で、まあ、その破壊したカードをこっちのスサノオで、自分フィールド上にセットしたりとかですね、まあ、そういう、流れが組めるというのが、鳥獣武者たちの、特徴になっています。で、このエラー、こういったモンスターが、墓地に魔法トラップが存在しないっていうのをいう条件があるので、デッキの中に魔法トラップが入っていないっていうことなんですかね。はい、そうですね、その条件があるので、まあ、一番その条件を達成するために、簡単な方法としてデッキに魔法トラップカードを入れていないということになります、はい。でこれまあ、デッキのレシピの方はあくまでサンプルなので、はい、まあ、ご参考までというところになります。で、この鳥獣武者たちなんですけれども、全て機械族で統一されていますので、はい。でさらにですね、このシンクロモンスターですね、こちらの方も、素材指定が、機械族チューナー
を、指定しているので、はい、デッキの中身も機械属が非常に多いデッキになっています。モンスターを、たくさん特殊召喚していく必要があるんですね、はい、なので、まあ、自身の効果で特殊召喚できるモンスターっていうのが、多くなっていますね。まあ、例えばですけど、まあ、トイナイトですとか、はい、それから、まあ、そうですね、そもそもこの超獣武者自体も特殊召喚が自身の効果でできたり、それからこれですね、星見獣ガリスですとか、はい、この辺も全部、自身の効果で特殊召喚しやすいカードになっていますね、はい。で、それから魔法トラップが使用できないっていう部分はですね、はい、相手のターンでも、手札から発動するタイプのモンスターといったカードで、補っている部分があります。例えばこの中だとどれですか、ね、そうですね、この例えば、まあ、ゴーズ、はい、ね、フの使者ゴーズですとか、はい、それからここですかね、増殖する G ですかね、ファイアーアーマーで守るっていうところ、ね、そうですね、はい、超事務者ソウルファイアーマー、こちらも、手札から超人者を守ってくれるカードというものになります、はい。で、まあ、例えば強い動き方なんですけど、はい、まあ、例えばこの星見獣ガリス、こちらが、デッキの、一番上のカードを墓地に送って、それがモンスターカードであれば、特殊召喚、相手に効果ダメージを与えながら特殊召喚することができるというカードです、はい。まあ、全てモンスターって統一されたデッキなので当然まあ特殊召喚はできるわけですね。で、星見獣ガリスを、特殊召喚して、さらにですね、こちらの超獣武者ホラガイですね、こちらも墓地に魔法トラップカードがなければ特殊召喚できるという効果ですので、まあ、当然特殊召喚できますと、はい。ここで、召喚、1話に1度の召喚というのを使わずに使ってないですね、はい、両方とも特殊召喚ですね、そうですね、2体、特殊召喚できました、はい。で、この上で、こちらの超獣武者ビッグ弁慶を、まあ、2体リリースしてアドバンス召喚すると、はい、はい。そうすると、まあ、自身の効果で、まあ、守備表示になって、さらに、この墓地 のホラーガイですね、リリースされた、今リリースされたモンスターですね、そうですね、はい、これが超獣武者の、アドバンス召喚のためにリリースされると、墓地から特殊召喚されるという効果があります、はい。でさらにレベル2の中段なので、もうこれだけで、8と2のシンクロレベル10、超獣工人さんの王がシンクロ召喚できるという、はい、いう流れですね。こんな感じで、非常に簡単に、スサノオをシンクロ召喚することができるようになっています。例えばシンナーズフォートレスと、はい、影帽子、はい、天秤、岩通し、はい、まあ、ホラーガイ、はい、まあ、この5枚がじゃあ手札にあるとしましょう、はい、仮定します。そうすると例えば、まあ、マシナーズフォートレスと、影帽子を手札から、まあ、捨てて、はい、このマシナーズフォートレスの効果ですね、はい、墓地から特殊召喚しますよ、特殊召喚される、はい、はい。で、この後こちらの天秤ですね、はい、天秤を、召喚します。通常、ね、これ通常召喚ですね、はい。でこの天秤の効果は、墓地の、レベル4以下の超獣武者を特殊召喚しますので、はい、特殊召喚します、はい、はい、影帽子を特殊召喚で、今度はこの影帽子を、はい、影帽子は、リリースすると手札の超獣武者を特殊召喚するという効果がありますので、はい、まあ、リリースします、はい、はい。で、すると、手札の超獣武者が出せるので、はい、この岩通しを特殊召喚します、はい。で、
今度は墓地に魔法トラップがないので、ホラーガイを特殊召喚できます。はいはいはい、ここまで、まあ、通常召喚1回で、まあ、ここまで来ましたと。はい、はい、で、もう分かりますね、レベル244超人超人と海賊中弾、そうですね、10で、シンクロ召喚、超人個人スサノオートがシンクロ召喚できました。でここで墓地でこの岩投手ですね、これが、フィールド上から墓地に送られた時に、はい、デッキから超人武者1体を、手札に加えるという効果がありますので、まあ、この効果で、例えばですね、このファイアーマー、これが、これを手札に加えると、そうするとこのファイアーマーは、まあ、相手のターンでも手札から使用して、自分の超人武者モンスターを、効果、それから戦闘による破壊から、守ることができるということで、まあ、スサノオをシンクロ召喚しつつ、スサノオを守ることもできるという状況にまあできるんですね。はい、まあ、このほか、まあ、先ほどの岩投手の効果で、ファイアーマーではなくて、まあ、例えば天秤を手札に加えることで、はい、次のターンですね、次のターン、まあ、天秤を召喚することで、また、墓地の、まあ、ホラーがいいよ特殊召喚して、今度は、主典童子をシンクロ召喚したりとかいうこともできます。それから、実はポイントとなっているのがもう一つありまして、はい、先ほど、まあ、墓地に送ったこの影防止ですね、これは、実はすごく、強力で、墓地にあると自分フィールド上の超重武者が、はい、相手の効果の対象になった時に、はい、このカード墓地から除外することで、その効果を無効にして破壊することができると。すごいですね、はい、そんな効果もあるので、はい、まあ、これを墓地に送ってあると、まあ、さらにその対象を取るタイプの効果に対しても、はい、守れると。墓地から影防止で守ったり、手札から守ったりということで、まあ、非常にまあ強固なんですね、状況を作ることができるということなんですね。その他にこの超重武者のデッキに何かこう、まあ、可能性っていうのはありますか？そうですね、はい、まあ、ちょっとまあコンセプトという意味では、崩れてしまうんですけれども、はい、まあ、例えばですね、まあ、ブレイクスルースキルと、はい、いったですね、まあ、そういったものをはじめとした、墓地から除外できるタイプの魔法とかトラップカードっていうのがありますよね、はい、でああいうカードであれば、比較的自分で能動的にですね、墓地から除外をすることができるので、魔法トラップが、存在しない状況っていうのを、まあ、作り出せるんですね、はい、デッキには入れつつも、その状況を作れるんですね、はい、ということで、まあ、コンセプト崩れますけれども、まあ、そういったカードを入れるっていうのも一つの、まあ、手かなというふうには思いますね。はい、はい、今回ご紹介した超獣武者、それから対戦したエンタメイト、こちらは11月15日土曜日発売の、ザ・シークレット・オブ・エボリューションの方に、収録されているカードを、たくさん使っています。それからこの、超獣神器主典童子、それからエンターメイトデッキで使用していたエンターメイトペンデラマシャンですね、これは実際の、本物ではないので、実際のものはもっとかっこよく光ってるカードですね、11月21日金曜日発売の、V ジャンプ1月特大号の、応募者全員大サービスパックの方で、手に入れることが可能です。しかも今回は応募が簡単になって、より早く届くようになっているそうです。ぜひこれらのパックを手に入れてデッキを作ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。コナミ